こんにちは。トコラボへようこそ。みんな元気？今日は金曜日だからダンスの動画とピラティスの動画上げてます。2本。だからぜひね、土日も楽しんで、やってください。で、あと今日はね、さもない話の動画も1本上げてます。上げます。これを。でなんでこれあげるかっていうと、もう5月も半ばになっちゃったじゃない。こんなに自粛自粛って続くと本当にねぐったりしちゃうよね。なんかさもない話でも、美味しいなんかデザート食べたり美味しいお茶を飲みながら聞いてもらえるような動画を作ろうと思ってこういうような動画を上げてます。で今日お話しようと思っていることは、まずこの2ヶ月間のこと、YouTube 動画というか YouTube チャンネルはね、以前からもう何年も前から登録してたんですよ。で、ライブパフォーマンスライブとかライブ活動する時の広告みたいな動画を上げるために用意してたんだけど、まさかねこんなことで使うことになるとは思いませんでした。やっぱり生きてるといろんなことがありますね。なんか小学生の時にね、私福岡に住んでたから水不足があったわけ。福岡ってもうすっごい水不足だった時があるんですよ。それで、各家庭、もちろん公共的な場所はもちろんだけど、各家庭にまでよ、一軒一軒全部に、今回のアベノマスクみたいに一軒一軒に節水コマっていうのがついたんですよ。節水コマ、これ福岡の人ならわかると思うけど、水を使いすぎないようなコマをね、水道のところにつけたのよ、自治体が。でそれぐらい水不足になったわけ。その時も衝撃だったの、水が出ないってみたいな、こんなことがこの世に起きるんだ。水っていつも出るって思っちゃいけないんだなとか、その時小学生ながらねもう本気で思いましたよ。それとあとトイレットペーパーね、オイルショックの時に、あれも結局何かのプロパガンダみたいなものでさ操られちゃっただけなんだけど、あの時もねお母さんに言われて、買いに一人一個しか買えないからってことで、ちゃんとねついてきてお買い物を手伝わなかったらもう家でねトイレは使わせないみたいに脅かされちゃってまあお母さんも必死だったんだよね。だから妹と一緒にねレジで並んでなんか買った記憶があります。その時もなんかもうスーパーに並んでるおばちゃんたちのこのすごい形相を見て、なんかもう世の中ってこんなことが起きるんだってあの時も思いましたよ。そしてその後ねしばらくそんなこの世の中にこんなことが起きるんだなって思うことはなかったんだけど、その後いくつかあと阪神淡路大震災、あれは衝撃だったな、あの時にうひゃーと思いましたよ。それから 3.11 で実際ね自分もグラント入れてうひゃーと思いまして、やっぱだから人生の中に今回で6回目ぐらいか、だから数えればね、10年に1回ぐらいやっぱあんのかな、そういうことが。皆さんどう？いやーびっくりしたね。しかしだからこの2ヶ月で私何しようかって私も考えた、真剣に。そしたらね多くのこういう私みたいな仕事をしている人々はねオンラインレッスンっていうのに移行していったわけで、私も移行してみようかっていうことは一旦考えました。だけどなんて言うんだろう、オンラインレッスンなんかやったことがなかったから、自分のこうオンラインレッスンの価値がねいかほどのものかっていうことが自分では正しく判断できないっていうふうに判断したんですよ。なので一旦 YouTube でこれは無料で私配信してますから、それで自分でこう客観的にね見返した時にね、これに、どれぐらいの価値があるんだっていうことを判断する材料として、とりあえず実力はないにしてもね
上げていこうっていうふうに思った次第です。で今のところまだ緊急事態宣言は東京では解除されないんだけれども、まあ長くてもね夏ぐらいには少しずつ緩和されていくんじゃないかなと思うから、今のところその夏ぐらいまでに緩和されるようであればオンラインレッスンっていうものはちょっとね今のところはやっぱ頭に入れてません。で YouTube 動画をなぜ無料で上げているかっていうことの話をちょっとします。やっぱりね自分がまずこの機材に慣れてないでしょ。それからだから音がとかプツプツ切れちゃうとかそういうような状態で500円でも皆さんからお金をもらうってことが私どうしてもできないんですよね、残念ながら。まあこれはさ自分の性というよりはそういう育てられ方をしちゃったんだと思うよ、親にね。なんていうのこうちゃんと自分の価値を自分で見極めろっていう風に、だからどうしようもないわね。でなので皆さんもそんな先生についちゃったなと思ってちょっと諦めてください。だけどだいぶこう趣向を凝らしてるでしょ、 YouTube 動画頑張ってるでしょ。この間も皆さんが時々メールくれるじゃない、いろいろ LINE とか Twitter とかでも、それでくれた人が書いてあった先生ずいぶん上手になったって、だから嬉しいやっぱりいくつになってもチャレンジって大事だなと思ってますでなんかね中にはねこう言った人がいたのよ、YouTuber とは違いますよねってそれはそうでしょうよでなんて書いてあったっけ、 YouTuber の動画よりは垢抜けてないって書いてあったんだ。垢抜けてないところがなんかこうトッコラボらしくていいって書いてあったから、そうよ、どうせ私はさ福岡の田舎もだからさ垢抜けないわけよ、何をしてももう笑った自分でそれ見て。やっぱ出るよねそういう、だってさ40年もさ福岡住んでたわけだから、それ40年間田舎の人をやってたわけだからそれはしょうがないですよ。でもさ40年田舎の人だった割には言葉とかちゃんとできてるでしょそれで勘弁だね。でそうそうそう、だから第2波が来る可能性もあるから、まあ長引いた時にはオンラインレッスンもやっぱ考えていく、だいぶ上達してきてるはずだから、あと何ヶ月も例えばね、そうすると皆さんから1000円ぐらいはとか1500円ぐらいはグループレッスンって形でやってもまあ許してもらえるかなと思ってます。でコロナの第2波っていうのが来るよって多くの専門家の人が言ってるでしょ。で皆さんもそれには一応来なかったら来なかったでいいじゃない、でも来た時のことを考えてもう今から準備しておいた方がいいなと思うことを少し話します。でそれはね肺の機能を高めとこうよってことですよ。やっぱり結局肺炎だから、亡くなってる原因がだから肺の機能は高めとこう。ただね肺っていうのはさ臓器の一部だから筋力トレーニングとかで鍛えられるところじゃないし、無理に呼吸して鍛えられるようなところでもないわけね。じゃあなんで肋骨の動きを良くすると心肺機能が高まるかっていうと、その肺の近くにある筋肉が動くからですよ。だから肺そのものを鍛えるっていうのはちょっと難しくて、臓器だから血管同様その使えば使うほどすり減っていくし、年齢を重ねれば重ねるほど弱くなっていく、そのことを頭に入れといてください。だけどなんていうのかな、悲観的にはならないで
ちゃんとポジティブに捉えていこう。そんな肺を、じゃあどうやったら健康に保てるかって言ったら簡単じゃない。考えればわかるでしょ。大切に取り扱えばいいんですよ、肺をね。だから肺を大切に取り扱うためには何をしていけばいいかってことをみんな考えて暮らせばいいわけ。それを習慣にしていけばいいわけでしょ。じゃあまずは今タバコ吸ってる人、そういう人はね、まずはタバコの本数減らそう。やめなくていいよ。やめるとすっごいストレスかかるから。ストレスがやっぱ一番肺にも良くないから。だからまず本数減らす。じゃあどうやって本数減らすかっていうと、すごい効果的な方法はね、吸うたんびに数数えて、1本目2本目ってズルしないでよ。ちゃんと数えるの。吸っちゃいけないとか言ってないんだから、本数数えて、で10本過ぎた時にね、1日10本過ぎた時にはちょっとハッとするから、自分で絶対そういうことが大事。体重増加もそうじゃない。1日に3回から5回体重測ってみてくださいよ。それだけでもかなりダイエット効果あるから。それと一緒、タバコもね、毎日自分がこれから1本目吸います、2本目吸いますってちゃんと数数える。そしてもう一つ効果的なのは、鏡吸いながら吸うっていうのね、これやってみて。それからストレッチや体操をね、もう習慣、せっかく皆さんは身についてるから、これなくさないでね。とってもいい習慣だから。それから風邪とかが流行している時にはできるだけ外出を控えて、マスクしてね、あと手洗い、外出前と外出あとね、こういうのきっちりやりましょう。それからバランスの良い食事をとろうってよく言うでしょ。このバランスの良い食事ってことをね、トコラボのみんなはちゃんと正しく捉えてよ。バランスがいいってことはさ、緑黄色野菜をたっぷりとるとか、肉も魚もきっちり食べるとか、そういうことじゃないんだよ。第一番目、食べ過ぎないってことですよ。ここを間違えないで、トコラボのみんなは。食べ過ぎない。食べ過ぎてる、みんな。ね。だから、そして飲み過ぎない。食べ過ぎない、飲み過ぎない。これは食べたらダメ、飲んだらダメって言ってるんじゃないの。みんな過ぎてるの。そして、その食べ過ぎないと飲み過ぎないっていう大前提の中で、腹八分と昔からよく言いましたが、今の現代社会の栄養素だ、取れてるね、この摂取してる栄養素を考えたら、栄養価はかなり摂取してるから、もう腹6分でいいと思います、私は。で、運動も少ないしね、今自粛期間で。だから腹6分の中でバランスの良い食事を心がけてください。で、あとは十分な睡眠をとりましょう。これもどこでもよく言われることだけど、十分な睡眠って時間じゃないのよ。ここをトコラボのみんなはちゃんと分かってね。十分な睡眠っていうのは、自分の骨盤の開閉とか、この頭蓋骨の開閉とか、こういうところに合わせた睡眠をとらなきゃいけないってこと。そこが十分喜ぶ睡眠をとってほしい。じゃあそれは何かっていうと、まず夕方にはもう家に帰ろう。今自粛期間だから帰りやすいでしょ。で、6時ぐらいにはもう家に帰ってくる。そして、食事をとって、もう8時ぐらいにはいつでも眠れる体勢をとってちゃんと運動しよう。そしてもう10時にはお布団に入りましょう。それからぐっすり寝て、で目が覚めたらもう起きる。だいたい5時6時には目が覚めるはずだから、そしたらもう起きて朝の運動をして、それから活動してください。そういうことね。2時に寝て、翌日の2時に寝た、2時まで寝てたからたっぷり寝たなんて思わないで。そんなの体は全く欲してません。それからストレスを溜め込まないようにするってことです。さっきも言ったけど、喫煙の話ね。タバコ吸わない人は喫煙とかしてないんだから、何も喫煙ルームでタバコ吸ってる人たちを腹立たしく思う必要はないんですよ。ここ注意よ。あれは人の趣味嗜好だからほっとくね。そんなことで腹を立てるなんて、あなたのするべきことではありません。もう意味のないことしません。なんでそんなに腹を立てることをね、わざわざやりに行くわけ。私そう思いますよ。例えばさ、今時なんだけど、 SNS とかでさ、わざわざ喧嘩する人いるでしょ。
もうさ、自分と意見の違う人と意見を対立させて何の得があるのと思うわけ。もうそんなストレスわざわざね、自分で探しに行く旅はやめてくださいとコラボの人ね。だからまず十分に肺を健康に保つように、肺を大切に取り扱うぞと一回思ってください。それから喫煙している人はね、タバコの本数を数えながら、鏡を見ながらタバコを吸ってください。そしてダイエットをしている方はね、その喫煙の方法と同じように1日3回から5回きちんと自分の体重を測ってください。でね、それをねきちんと濃度につけたりするといいと思います。それからストレッチや体操などの習慣をきちんと繰り返し行っていきましょう。それから風邪などが流行している期間はね、ちゃんとマスクしたり手洗いうがい気をつけておきましょう。それからバランスの良い食事、これは何だった？そうです、食べ過ぎないなんです、ね。十分な睡眠、これは何だったでしょうか？そうです、10時に寝て5時に起きる、そういうような早寝早起きの習慣です。それからストレスをため込まないように、これは何でしたでしょうか？そうです、自分のと意見の違う人、自分のと趣味思考が違う人、自分との専門分野ではない人、そういうところにわざわざ行って腹を立てるようなことをするのはやめましょう。そういう人たちをわざわざ見に行ってイライラするというのはやめましょう。こういうことをね、守って暮らしていこうねとコラボの人はっていうようなさもない話を今日はしました。皆さんもまだまだね、長いこと自粛は続くと思うんだけれども、決してめげずに楽しくね過ごしていきましょう。でぜひぜひみんなが考えた楽しいお話とか、あと質問もどんどん受けますから、質問もね、ピラティスとかダンスのトレーニングだけじゃなくて、メンタルの質問も大丈夫、私ちゃんと専門家だから。それから哲学的な質問もぜひぜひください。それまた動画に上げていきたいなと思います。それではまた良い週末を。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。